使ってですね、ここにいるバンシーのルンちゃんを塗っていきたいと思います。皆さんこんにちは、プラマイドルコーズときなです。今日も始めました模型 TV。 今日はこちらのガンダムマーカーエアブラシを使ってですね、ここにいるバンシーのルンちゃんを塗っていきたいと思います。まあ、あのガンダムマーカーエアブラシっていうのは、このペンタイプのガンダムマーカーというのをエアブラシのように缶スプレーみたいな感じでですね、エアを出して吹きつけるということができる装備です。これはすごい。ガンダムマーカーアドバンスセットの中には金色があったりとか、このね、グレーっぽいブルーが入ってたりっていうのがあるので、このあたりを使いながらですね、このバンシーのルーンをちょっとかっこよく吹いていきたいと思います。まずガンダムマーカーエアブラシシステムの使い方を説明していきます。エアブラシのようにスプレーのように吹いていくので、こういったですね、空いてる箱をまず用意していきます。で、これを吹けるようにこうやって設置してから使っていきましょう。軽くマスキングテープとかで机の上に留めていけば全然 OK です。汚れないようにキッチンペーパーも下に引いていくといいです。まあ、新聞紙とかね、なんかそういうのでも全然いいと思うので、ただ拭いて汚れにくい環境を作っておく方が後で掃除とかしやすいかなと思います。よいしょ、すっごい適当でしょどうせ汚れるからね、こんなもんかなと思って適当に作ってます。でこうやって塗るものをですね、クリップとか竹串に刺した状態でパッとバラして準備してあります。こんな感じで結構こうね、バサッとバサッとバラバラになっておりますが、とあとはそのクリップとかを刺していく場所ですね、乾燥させるのにこういう場所が必要になります。一応ガンダムマーカーがアルコール系の塗料ということで、室内で拭いても大丈夫です。ただもちろん換気してもらった方が絶対健康的なので、その窓を開けてもらって作業をするとかですね、ベランダで作業するとかの方がおすすめです。ではガンダムマーカーエアブラシまず開けていってみましょう。ガンダムマーカーエアブラシシステムにはまずこの缶、接続するためのホース、あとは本体とエア缶とホースをつなぐためのジョイントですね、この4つが入ってます。で、これをまずつなげるところからですね、まあ、缶開けてもらって、この先っぽのところが空いているので、ここにさっきのジョイントパーツを差し込んでいきます。こんな感じで、これ上のここを閉めてあると空気が出てこんな感じで音が出ちゃうんですよ。っていう時は漏れてるのでもったいないじゃないですか。なのでちょっと緩めときます。逆に使う時になったらここを閉めて使ってもらうようにお願いします。そしてこの接続用のホースをつなげていきます。こっちもつなげていきますね。はい、こんな感じで準備は OK です。で、マーカーは、まあ、これからねこういう金色のパーツを塗っていくので金色を使っていこうと思います。で、こちらはガンダムレッドゴールドですね。最初マーカー新品の時はこう透明になってるので、まあ、新品じゃなくてもなんですけど、先っぽにちゃんと塗料が満たしてないとエアーをここに当てても飛んでいかないんですよ。なので必ず最初しっかりこうやって振ってもらって、これね30回ぐらい振ってほしいです。で、振ってもらったらペーパーの上とかにペン先をこうやってプッシュしていきます。最初はね新品全然出てこないんですけど、しばらくすると中からこうね液が染み出してこうやって色がつくようになってきます。で、ガンダムマーカー吹きつけるときにほんのちょっとした塗料ついてないっていうのも飛びにくい原因になるので、この
芯の太さぐらいまでチョンってやった時に出るぐらいまでにしておくとすごく伸びが良くなります。で、準備ができたら本体にマーカーをセットしていきます。こうね、キュッと刺してもらえば、キュッとこれくらいかな。大体の目安はこのエアーがまっすぐ出てくるような場所、ガンダムマーカーのペン先の平らになっている部分が平行になるようにこう準備します。で、前から見るとまっすぐになっている感じ、こうかな、そうそうそう、まっすぐに並んでいる感じにセットしていくと変な方向に飛びにくいので分かりやすいです。よし、じゃあ準備ができたらこっちのここのね、エアが出るようにキュッと締めまして、もう繋がってる時はね、ここのボタンを押さない限りはエア出ないんですよ。なのでこの状態にしてもらったら拭いていきます。こんな感じ、じゃん、超拭きます。ダン、めっちゃ拭きます。うん、いい色ですね。ではこれをパーツにも拭いていきたいと思います。でね、普通のエアブラシってここにね、カップっていう名が付いてて、ここに塗料を入れるんですよ。で、液体が入ってるのでこうやってね、斜めにしたりとかね、置いたりするとこぼれちゃうんですけど、この子はペンなのでこうやってポンって置いても問題がないです。っていうのがすごい楽ちんなポイントになります。それでは金色のパーツを簡単なクレヨンブラシで拭いていきます。もうやり方を今説明しただけなのでめっちゃ簡単です。で、拭ける状態なの確認してもらったら、じゃあこの芯に刺さった状態のパーツを順番に拭いていきます。で、まあ、拭くときは5センチから7センチ離していきます。で、慣れてない人はこういうところが汚れやすいので袖をめくってやるといいかなと思います。さてと、こんな感じ、見えるかしら、こんな感じになります。片方半分だけかけてるんですけど、金色がのっているのとクリアになってる方、わかります？そう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 、簡単にこうやってね、ベタ塗りができるんですよ。ガンダムマーカーってメタリック系の色を塗っていくとどうしてもこうムラになったりとか流れていっちゃって粒子が変な角だけね、こうメラメラしたりとかっていうのあるんですけど、エアブラシだと全体に吹きつけていけるのでこうやってムラなくね、すぐに塗れちゃいます。感じですね、じゃーん、超楽ちんでしょ、こんだけなの。このパーツ表か裏かどっちかはよくわかんないので両方拭いておきますね。まあ、全然ね、クリアの裏からこうやって拭くだけでも結構ね、こうスルーした感じがまたあってかっこいいですよね。全体拭いておきます。感じになります。はい、いい感じで、これさっき放置してたんですけど、ある程度風を送って拭いていくとこのペン先が乾いてしまうことがあります。そういう時はまたこういうペーパーの上トントンってしてもらって、ペンの先の太さと同じぐらいになるまで塗料を染み出してあげるとまた安定して拭いていきます。なのでちょっと拭いたらこうやって取り出してはプッシュっていうのを繰り返して拭いてもらう方が綺麗に拭いていきます。どん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 拭いていきましょう。いいね。そう、このホールドがねめっちゃいい色してるんですよ。そもそも、もうそもそも適当に拭いてもかっこいいとか、もうずるいよね、ほんとそれずるいわ。よし、で、私ずっと押しっぱなしにするんじゃなくて断続的にプッシュしては離して、プッシュしては離してってここやってると思うんですけど、っていうのはエア缶ってすぐに冷えちゃって圧が下がってっちゃうんですよ。なので連続してブーって吹いてしまうと安定して塗料が吹き飛ばせなくなっちゃうんですね。なので、まあ、冬とか特に寒くなりやすいので、
何かね、お湯を張ってもらってその中に置いて温めてもらったりとか、まあ、北海道こういうとこも空いてもらってもいいですしっていう風にしてもらうだけでも、持ちが良くなります。あとは、まあね、こういうのでやるとずっとランニングコストがかかっちゃうっていうので気になる方はコンプレッサーにつないでもらうこともできます。ということで用意しました、コンプレッサー。じゃんじゃん、エルゴですね。はい、エルゴを用意しました。で、エルゴをつなごうと思った時にここの先ですね、ホースの先がこれ形が違うのってわかります？そうなんですよ、このままだとついてくれないんですよ。で、こっちの細いのは PS 細といってクレオスさんの型になるので、一回り細くできるようなこうジョイントをですね、ここにまずつけてもらって、でジョイントセットっていうのも1500円で販売されてますので一緒にそれ購入されるといいかなと思います。で、こうやってつなげてもらえればコンプレッサーをこうね、オンしてしまうと、もうこれで連続で吹いていけると。こうなったら別に圧が下がるとかないので基本的にずっと吹きっぱなしでもいいです。ただここのペンの先が乾く速度だったらどうしても速くなってしまうので、まあ多分プッシュして離す、プッシュして離すみたいな方が安定するかなと思います。じゃあこれちょっと足元に移動。さて、では続きまた拭いていきたいと思います。はい、ですね、コントレーサーになっても使い方自体は全然一緒なので、まあ、気楽に拭いていきましょうかね。あとはね、拭いていくだけなので同じ作業の繰り返しですね。ポイントはちゃんとインクが出るように押し出しておいてあげてからセットすること。5センチから7センチ離して、でプッシュして離す、プッシュして離す、ここね、このボタンを連続で使わないようにすることぐらいですかね、を守ってもらったら綺麗に拭きます。多少なんですけど、これここに風がまっすぐ出てるんですよね。風がまっすぐ出てるんですけど、まっすぐ出た先にペン先があって、ペン先に当たって風が曲がったりするんですよ。なのでちょっと上向きに出ることが多いんですね。なので普通にエアブラシを使ってる方だとまっすぐ飛ぶと思い込んじゃうんですけど、じゃなくってちょっとだけこうペン先を下げた状態でこういう風に当てていくとうまく当てやすいです。で、最初当て方が分かんないっていう方は横に動かすんじゃなくて縦に動かすと命中しやすいので、そうやって最初練習してみてください。こうやって押し出さなくても結構濡れるでしょ。そうなの、結局はどこ当ててるかっていうのが分かって、で断続的にやっていればそんなにね、ここ消耗しないんですよっていう感じで気をついてもらったらいいかなと思います。はい、さて黄色は塗り終わりまして、こんな感じになってます。なんか串刺しになると結構可愛いでしょ、この感じで。こうやってあのエアブラシとかも塗っていくんですよ。そうするとパーツをね、触らずにこうやって刺して乾燥させることができるのでとても便利です。こういうのもいろいろ売ってるんでね、探してみてください。で、今度はですね、こちらの色、じゃん、ティターンズブルーを塗っていきます。で、これも使い方は一緒なんですけど、もともとはね、このバンシーノルンがこういうね、ちょっと色合いなので、どれくらい色味が違うかなっていうのを塗ったところ、塗ったところと塗ってないところが分かるようにですね、一部ちょっとパーツを残しながらですね塗っていきたいなと思います。ちょっと青みがかかる感じだと思うんですけど、ちょっと楽しみですね。では、乾燥させてる間この子はちょっと逃げてもらって、今度また新しい串置き場を用意して同じ作業ですね、塗っていきましょう。
まあこれも新品なんで同様にしっかり30回ぐらい振りまーす。よっ、えい、でプッシュ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 、なってたね。でこのねペンの芯と同じぐらいの太さまでこれ出たらここにセットしていくと。でセットするときはこの尖ってる方がまっすぐ同じ方向に向くようにするのと、あとはこうね横向けた時になど高さがねまっすぐ合うようにしてもらったらいいかなと思います。まあもし拭いてみてこううまくこういうね綺麗なこう霧状にならない時はちょっと位置がおかしいんだなと思ってもらって、なんか粒が大きいとかだったらちょっと動かしてもらってですね場所を調節したらいいかなと思います。さてどうしようかな、でかいのから行こうかしら、でかいのから行こうかしら、行きましょう。あ、ちょっと青みかかりますね。なるほどなるほどなるほど、いや、これはこれでいいんじゃないですかね。ね、まあ、大きくてもやることは一緒なんで順番にかけていくと、こうやってね、まあ、一色、こんな感じ。拭いたばっかりとね、こうやってね、ちょっとね、グロッシーな感じになるんですよ。で乾いてくると全体が同じマットな感じになるので、メタリックとかは塗ったの分かりやすいかと思うんですけど、こういう同じような色を塗った時に分からない時はこう光をねかざしながらこうチェックしてみるといいかなと思います。あ、乾いてきた乾いてきた、だいぶねこの辺乾いてきたのでね、つや消しになってきましたね。いいですね。だんだんなんかソリッドカラー、まあメタリックじゃないものたちを塗った時にこういうねマットな感じになるんですよ。これがねまたいいよね、いいよねという感じで、はい、乾いてきました。ここだけまだちょっと濡れてるって感じですね、はい、で多分喋ってる間にさすがに乾いてるので。ちなみにこのマーカーペン1本でだいたい HG は全然塗れます。でさっきのゴールドも全然余ってるぐらいなんでそんなに消耗しないかなと思います。強いっていうイメージしかないと思うんですけど、ソリッドカラーの方が私は綺麗だと思うんですよ。そうなんですよ、めっちゃ綺麗なんですよ。あー、ええわええわってなるんですよこれね、拭いてみないと気づかないんでね、ぜひみんな拭いてもらったらいいかなと思います。
塗り終わりまして、こんな感じでまたお花が、お花っていう色じゃないけどね、お花が咲いております。で、これが乾いたら、あとはこのさっきのやつと残してあるパーツもあるんですよね。実はね、黒だったりとかっていうのは今回2色だけ塗ろうと思って塗ったので、もう組み合わせながらどうなるかをちょっと試したいと思います。ということで組んでおきました。せーの、ドン。あということで組んでおきました。ドン。はい、ガンダムマーカーエアブラシで塗ったものをこうやって合体させてみました。だいぶね、艶のね、変わった感じとかね、あと元の色よりもちょっと青みがかかってるので、よりバンシーっぽくなりますよね。何より、あのゴールドですよ、やっぱりゴールド。ゴールドをね、こんなにね、手軽にかっこよく塗れるっていうのはなかなかね、マーカーとかでは難しかったんじゃないでしょうか。こんだけ綺麗にベタ塗りができると、やっぱり広い面積のこういうシールドとかもね、綺麗にできちゃうので便利。ということで、マーカー類で塗っていたあなたもですね、ぜひこのガンダムマーカーエアブラシを使って、こう広い面積のベタ塗りを綺麗にやってみたら楽しいかなと思います。またですね、普通のガンダムマーカーの塗り方も他の動画で紹介してますので、よかったら下のリンクから見てみてください。ということで、ガンダムマーカーエアブラシシステムを使ってバンシーノルンを2色塗りました。皆さんもぜひぜひ使ってみてください。以上、ポケンチ TV でした。またね。